はい、どうも、サオでございます。ということでね、今日はね、またセブンナイツやっていこうと思います。今回はいろんな人がね、もうアリーナとか、セット装備とか出してしまったので、どうして弱点オルリーが増えたのか、どうして手軽なのかっていうところに絞って、いろいろ喋ってからアリーナ2戦ぐらいしたいと思います。セット装備作成手順と、まあ、カルヘロンの運用ですかね、を話していけたらいいかなと思います。はい、ということでやっていきましょう。で、まずね、セット装備っていうのは、どういう風に、作るかっていうのが必要なわけですよ。最初に自分のプランを持つ必要がありますね。で、今回、オルリーをね、例にして、喋っていきたいと思います。はい、で、オルリーがね、敏捷をつけてらっしゃった方多いと思います。あ、こちらの敏捷性1から 4% っていうのがあります。で、この 4% を引くことで、最速になりますね。まあ、例えば、敏捷の最大値は 21% です。元にする武器の方ですね。で、こちらね、4%。で、もう一個ね、敏捷性が解放できるとこ、4% っていうのがありまして、44の8のプラス21で29が敏捷最速。で、この29を2本つければ、まあ、最速になりますね。ただこちらの敏捷性のね、武器でみんながね、文句言ってる点が、こちらのね高級宝石っていうものを使わないと、解放できないっていう点ですね。この高級解放石は全然配られませんし、まあ、ガチャでも全然出ません、ほぼ出ません。15連引いたんですけどゼロでした。なので、まあ、こちらの敏捷性を粘るのは非常に厳しいということなので、じゃあスピードを落として、耐久力を上げた弱点オルリの方が、無課金美課金、まあ、僕みたいな中級層にはいいんじゃないかということでね、オルリーが増え、弱点のオルリーが増えてきています。で、このね、弱点にしてまで得られる恩恵は何なのかっていうと、まあ、敏捷は落ちるんですけど、まあ、弱点攻撃率による、まあ、スキルの発動率、で火力が落ちてますので、弱点攻撃率でね、1.3 倍になります。攻撃力が、まあ、出た時ですけどね。で、それで、火力のサポートができる。で、かつセット装備が、粘りやすいので、まあ僕ちょっとね強化が終わってないんですが、まあ、弱点攻撃率なんで、まあ、適当でいいんじゃねえかと、まあ、ぶっちゃけ、まあ、この 2% つこうが。何パーつこうが正直何でもいいと。で、ここの敏捷性の場合だと 4% 絶対引かなきゃいけないんですよ、まあ、正直、まあ、なので、まあ、弱点攻撃率の方が楽ですよねということで、まあ、いろいろなメリットもあります。簡単ってだけじゃないので、まあ、こういう風になってますと。で、敏捷ではない理由がね、こちらです。で、皆さんは耐久ハイブリッドを目指す、まあ、変則パーティーですよね。前までよく使われていた。じゃあちょっとね、どういうパーティーなのかっていうと、まあ、こちらですね。僕、ジャック王のところがよくセバスチャンになってたりしますね。で、このジャック王のところがセバスチャンになってたりするのが、変則パーティーです。で、これね、火力と、耐久力がバランス良くなっておりまして、レオがいることによってもう最速取れません。まあ、なので、まあ、いっそのこと耐久を上げて、まあ、オルリーの火力伸ばしてやろうっていうですね。もう何回も言ってる。まあ、なので、パーティーコンセプトを決めるっていうところから入ります。で、パーティーコンセプトを決める。よし、今回は弱点オルリーだっていうことで、装備セット、セット装備を作っていきますと。で、まずやるべきことは、ドラゴンをね、倒しの、こちらのドラゴンね、魔法武器かなり出にくいと思うんですけど、まあ、最大値がこちら。はい、最大値をまず、ここで粘ると。武器の個体値を粘るって感じですね。まあ、なんですかね。才能がある武器を選ぶって感じです。はい、で、こちら最高値厳選をするが2番目の役割です。で、3番目が、能力解放。能力の厳選をすると。能力のね、厳選をするっていうのは何のことかっていうと、さっきちょっと説明した、能力解放のとこで、で、ここでね、能力を厳選すると。まあ、この攻撃力もね、40まで上がり幅があります。これは別に高級宝石使わなくても出るので、まあ、ちょっといい例がない
宝石結構いい引きしてるんで、ちょっと宝石見ましょうか。で、宝石これ高級開宝石使ってないですけど、防御力20、これ全部、マックス値ですね。なので別に開宝石使わなくてもマックス値はつくので、ここのステータスの部分をまず粘ると。で、まあ、ちょっとオルリーをね、例に取ったので、ちょっとオルリーの攻撃武器に戻りたいんですけど、ちょっと待って。まあこれ最大値ついてないですけど高めてか、もう僕は半分以上上だったら採用するようにしてます。まあいい値がついた24、36、あいいぞっつって、で3段階目でここでねオプションを粘るわけですよ。まあ無難に弱点オリリだったら弱点攻撃率とか別にクリティカル率つこうが PVP 魔法力つこうが正直どれでもいいんですけど、まあ PVP 魔法力か弱点攻撃率がいいんじゃないですかね。でここで敏将の人は敏将粘ると。まあだから弱点攻撃のところは人はまああんまりここを頑張らなくてもいいと。でここをね一個ずつ粘っていく、自分が満足する値で、まあ一回解放しちゃってもいいですけどね。でそれを、武器武器防具宝石宝石の5セット得たい場合5個をやればいいわけですね。ちなみに魔女セットはね5セットで、貫通がつきますね。でこの貫通が、カールヘロンの4ターン免疫をね所定貫通するために、結構必須だったりします。これあるかないかで結構変わるので、まあ、とりあえず5セット揃えてしまうっていうのもありですね。こうなかなか魔法力500以上にするのがきついんですけど、まあ、弱点攻撃率武器だったらまあ2日ぐらいガチでやればつくんじゃないかなって思ってますね。宝石も結構適当です、まあ、とりあえず能力セット能力セット効果をね、重視してやっちゃっていいと思います。どうせ、レジェンドとか狙ってないだろうし、まあいいんじゃないかなって思います。レジェンドとか狙う場合は、やっぱ、マス1とか狙う場合は、まあ、ここを全部マックスにしたりとか、最適なオプションを選んだりするとか、そういうのをしなきゃいけないんですけど、まあ、妥協が大事ですね、これは。まあこれ本当にね妥協が大事なので、頑張ってくださいと。でここ今結構早足でねごちゃごちゃ説明してるので、下にリンク貼っておきます。ブログあるんで、僕が書いてるブログに文字で説明してある部分もあるので、まあ、そちらで補足できてるかなと思ってるので、ちょっとわちゃわちゃ説明しました。はい、というわけで、僕のカールヘロン36銀ですね、防具の方に振ってます。防具の方に振った理由は、まあ、耐久上げたかったからです。まあ、正直どっちでも変わんない気がする。免疫剥がれたら終わるんで。でね、まあね、カールヘロンがね、耐久寄りのキャラだったんですけど、まあ、80% 魔法増幅を持ってしまったせいで耐久パがほぼ息をしていない状態ですね。てか麻痺免疫相手張ってないですね。まあ、こういう風に敵のね、カールヘロンがね、ちゃんと弱点攻撃で動くので、まあ、僕のね、カールヘロン弱点攻撃ついてないのがちょっと、あれかなって思います。まあ、オルリーが弱点攻撃をつけてしまっているせいで、まあ、相対的にうちのカールヘロンのね、動く頻度が下がってしまっているのはね、ちょっと良くないところなので、まあ、カールヘロンのこのパーティー組むんであれば、オルリーと同じぐらい弱点積んでしまっていいと思います。でセット装備の説明なんですけど、まあ、ユキは、聖女3セットで免疫2回ですね。状態上免疫2回で、カルヘロンは適当に合った光4セット魔法攻撃をする方なので光5セット組めないのがちょっとかわいそうかなって思ってます。まあ、魔女でもいいんですけど、お来ましたね。まあ、覚醒ケージ溜まるの早いんですぐ使ってくれるといい勝ち筋に入るんですけど、まあ、よく考えたら、うちのオルリめ、沈黙免疫つけてないの忘れてました。取っちゃったんですよね。まあ、これ絶対つけておくべきですね。まあ、オルリは暗闇麻痺沈黙完全につけといたら、まあ、神リングなんじゃないかなと思ってます。まあ、で、まあ、このねこのルーク君は反射ついてるんで光5セットで、まあ、いい感じにやってくれねえかなっていうのあったんですけど、まあ、ジャックいると意味ないんですけどね。まあ、相手のオルリー麻痺ってんので、まあどっこいどっこいでしょうこれは。まあちょカールヘロンはね本当にね仕事量がおかしいと思うんですよね。
スキルの説明追いついてないですからね、テキストに。魔法増幅あると全員も火力が出るようになると。まあ、これはねちょっとねオルリーにね、沈黙をつけてないことをね、証明するっていうね非常に恥ずかしい1戦目になってますけど、まあ、ちなみにこれ2戦目ですけどね、1戦目ちょっとねボロ負けしすぎて何の解説もできませんでした。あの勝とうが負けようが別にいいんですけど、ためにならないものをあげてもしょうがないので、こんな感じになってます。いけ。まあ、この光のね、光の盾とね反射のね相性はいいんでね、ぜひともね、このライオン、盾ライオンにはあの反射つけてあげるといいかな。光5セット、たまたま高級解放石で700ついたんで、いい感じの耐久力、そして、ま、防御も増幅していると。あれ、これルークの動画じゃなかった。あー、これね最近流行ってるんですよね。即死2体入れてカール後ろに置くみたいな。でスパイクのところが、ま、ルーシーとかだったりするんですけど、ま、ね、結構ね耐久パ死んだといえどこのパーティーは結構強いし、俺即死は対策してません。あ、でもね火力パーティーとねは狩り打ちにできるんですよ、高頻度で。まあ、こういうパーティーもねちょっとお見せできるので良、まあ、かったかなって思ってますけど、まあ、これでね貫通ついてるんでスパイクに当たれば一気に削れます。まあ、これがね耐久パが辛いゆえんですよね。カルバドスが入ってしまう。即死、まあ、即死耐性はついてるんですけどね、免疫がついてないだけで、あの緑宝石で。いけ。よし、スパイク死んだ。ジャックが死ななければ大丈夫。あ、結構耐性が生きてますね。ちょっとねクリス君に動かれるときついんですけど、今日カクカクやな。よいしょ。てかセバスチャンの声がさ、ルークの声セバスチャンになるバグあったんだよね今日。てか多分なってる気がするんだけど、この槍は栄光掴んでくれ。うちも掴もう。ああ、嘆きの方ね。あ、だけど、カールは持っていけなかったね。もうちょっとね、覚醒スキル使ってもらえるとね、ありがたい。あ、ちなみにユキは反撃マンです。これ、反撃つけてます。ありがてえ。危なかったね。覚醒スキルね、優先して使われるんで、まあ、即死が出にくくなるっていうね。まあ、良いことしかないんですが、トランシのコンボを決められました。2体落ちます。まあ、沈黙入んなかっただけありがたい。まあ、さすがにこれで多分ブロック率が高いといえど、高いというか確定といえど落とせるんだが、これでユキに即死が飛んできて、あ、これ嫌な予感がしましたが、まあ、破壊の法則でやれましたと。はい。まあ、火力パーティーとの対面はちょっとお見せできなかったんで、まあ、これもちょっと文章の方でやってます。はい。耐久パーティーの方は動画で、ブログの方で火力パーティーと戦ってみた考察をしてるので、まあ、そちらもね、見ていただければいいかなって思います。こんな大丈夫かな今日の動画。結構淡々と喋って台本なしで喋ったんですけど、はい。よかったらね、参考になりましたらチャンネル登録よろしくお願いしますと。はい、ご視聴ありがとうございました。